こんにちは、ベルの竹内です。今日はスラックスの理想的なサイズはこれだということをお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。自分にとっての理想のスラックスのサイズってどんなもんなんだろうというふうに考えたことのある方はいらっしゃると思います。既製品の中で探して、なんとなくベストに近いものを探している方がほとんどかと思います。やはり多くの方が細すぎるものを履いています。なので今回ですね、この動画を最後までご覧になっていただけたら、自分にとってのスラックスの理想的なサイズはこういうものなのかというのをしっかりと理解できる内容にしていきたいと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧いただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく暮らしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速本題に入りたいと思います。皆さんスラックスを選ぶときにですね、男を基準にして選んでいるかということなんですけれども、多くの方はですね、ウエストが自分にとってサイズがぴったり合っているかどうかということを選んでいると思います。私が見ていただきたいのはこのウエストではなくですね、少し下がってここのヒップの部分と、一番のポイント、ここのヒップの下の付け根の部分ですね、ここの足の付け根の部分、ここを渡りと言いますけれども、ここの渡りの部分、このヒップと渡り、ここの2つに注目してサイズ選びをしていただきたいと思います。これは今の既製品のスラックスがですね、あまりにも細すぎるものが多いので、ウエストだけを見てスラックスを選ぶとですね、大抵このヒップの部分がとてもタイトになってしまいます。そして私はぜひこのスラックス、皆さんにもう一度見直していただきたいんですけれども、ここの渡り幅の部分が細いとどういう線ができるかということなんですけれども、ここのヒップの後ろにですね、横に線が入ってしまいます。この横に線が入ってしまうっていうのは、もう言ってしまうと、もうサイズが合ってないですよっていうことを表している線なんですよ。そのシワが入っていることでですね、あ、このスラックスは自分にとっては細いんだなっていうのを、まず一つ見極めるポイントとして見ていただけたらと思います。そして最初にお話したここのウエストの部分なんですけれども、私はここはですね、購入する場合にはあまり気にする必要はないと思っていまして、なぜかと言いますと、ここはですね、サイズ変更、もうお直しで調整ものすごく可能な部分だからです。なのでここのウエストがぴったりだからいいやというふうに選んでですね、他の部分を目をつむってしまうのではなく、ポイントはですね、このヒップとここの渡りの部分にシワがなくしっかりと入ることができているかどうかということを見ていただきたいです。ここのヒップと渡りに合わせるとですね、普段履いているものよりもワンサイズぐらい上のものになるかと思います。その場合はですね、ウエストが少し余るなと思ったら、お直し屋さんでウエストを詰めてもらえばいいだけなんです。そういう風にするとですね、理想的なここのウエストからヒップ、渡りにかけて理想的なラインが生まれます。そして皆さんが意識されているここの裾幅、これは何センチぐらいがいいんだろうというふうに思われている方、とても多いと思います。もう細身の方ではですね、もう17センチ、16センチはさすがにいらっしゃらないと思うんですけども、もう細くしてですね、もうピタピタでタイトシルエットで履くっていう方も多いと思うんですけども、細身の方でも裾幅はですね、18.5 センチぐらいまでに留めておいた方がいいと思っています。なぜかと言いますとですね、やはりこの裾を細くしすぎてしまうことによって、足があまりにも細く見えすぎてしまうからです。そしてそれはですね、モデル体型のような、もうフランスのパリを歩いているような男性、本当にもうここから足が生えているような人であれば、裾幅はもう18センチ17センチとか細くて、とてもスキニーシルエットがかっこいいという人もはもちろんいいんですけれども、我々日本人がそういうものを選んでしまうとどういうふうに見えるかというと、自分の体型がそのままあらわになってしまうんですよ。私を含めて自分の体型に 100% 自信のある方っていうのはそこまで多くないと思います。そういう方はですね、スラックスにゆとりを持たせて、自分の体型を少し隠すぐらいのゆとりを持たせた方が理想的です。まあ、一般的なスーツ、そのぐらいのフィッティングでしたら、私は細身の方でも 18.5 センチ、私ぐらいの一般的な体型の方でもですね、20センチ、そのぐらいの 1.5 センチぐらいの幅で留めておく方が間違いはないです。既製品というのはやはりどうしても限界がありまして、多くの人の体型をカバーするために作られているものなので、だいたいこのぐらいのフィッティングにしておけばいいよねというふうに考えられて作っています。なので理想を言えばオーダーするのが一番なんですけれども、オーダーはちょっとまだ自分にとっては敷居が高いなというふうに思われる方はですね、既製品を選ぶときにですね、この動画をご覧になった、なるほど、ヒップと渡り、このぐらいゆとりを持たせればいいのかというふうに選んでですね、スラックスの選び方をぜひ考えていただければと思います。
既製品で理想的なものを探したいという場合はですね、流行で左右されるようなお店ではなくですね、一度ですねパラットショップぜひ足を運んでみていただければと思います。例えばラルフローレンだったりとかブルックスブラザーズ、そういうようなところでですね、もちろんその2つのブランドも流行を意識して細身でやっているものもあるんですけれども、変わらずにずっと作っているシルエットというものがあります。そういうものをですねぜひ履いてみていただいてですね、このゆとりっていうのを感じると思います。普段ポリウレタンが入っているような伸縮性のものばかり履いている方からしたらですね、なんかすごいこうゆとりがあるなというふうに思われると思うんですけれども、それをベースにですね、なるほど、じゃあちょっと自分は体が小さいから裾幅を少し細くしてみようかな、ウエストを少し詰めようかな、そういうふうに部分をですね少し調整するだけでですね、本当に自分にぴったりものが完成しますので、時代に流されずに伝統的なシルエットをずっと作り続けているようなブランドのスラックスをですねぜひ履いてみていただきたいです。本当に理想的なシルエットのスラックスを履いた場合はですね、ここのスラックスの後ろの渡りの部分はですね、横のシワが入るのではなく、ここの線ラインにぴったり沿うようにまっすぐの線ができます。そういうシルエットのものを履くとですね、最初はうわなんかすごいこうゆとりがあるな、ゆったりしてるなというふうに思われると思うんですけれども、それはですね昨今のタイトシルエット、タイトフィッティングにこう慣れすぎてしまったんだなという感覚だと思っていただければと思います。一度そういうものに慣れ親しんでしまうと、一気にこうガラッと変わった時にすごく違和感を覚えるものなんですよ。なので最初はその違和感を抑えつけるのがすごく大変だと思うんですけれども、そういう理想的なシルエットのスラックスを履くとですね、座る時もとても楽ですし、一日中履いていても全く圧迫感がなく疲れることがないです。ぜひですねご自身が今履かれているスラックスが細すぎないかどうかということですね、改めてここのヒップと渡り、ここの部分でですねぜひ確認していただければと思います。以上です。面白かった、ためになったという方ですね、グッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あと私のホームページの中で The Book というコラムを書いておりまして、その中でですね私の洋服に対する考え方だったりとか歴史から基づいた洋服の知識など詳しく書いておりますので、洋服のことをもっと詳しく知りたいという方ですね、概要欄に貼っておきますのでご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。